あ、じゃあこんにちは、ブザイボーです。こちらになります。3年ぶりにこの場所 で実はちょっと分からない方いらっしゃると思うんですけど、そこへ写真が3年前に山木さんが初めてここでライブを、3年前5月26日ということで覚えてますけど、その時にちょっとライブに撮影してさせていただいた写真ということで飾れています。で、本来はその翌年ですが、2019年これなんですけど、2020年の6月にまたここで2度目のコンサートっていうことで、もう予定まで入ってはいたんですが、ご存知の通り、コロナ禍のに突入してしまいまして、やはりちょっとこういう場所ですから、といったガイドラインを取らないといけないっていうことで、ちょっとやむなく延期ということになってて、で、これがなかなかこうコロナや厄介な部分がずっと続いてたんですが、去年、ですか、10月ぐらいだったかな、やりましょうかっていうことになって、でちょっとその時はコロナのちょっと収束してた5波が終わったぐらいかな。で、あ、これでいけるなと思ってたら、またなんかオミクロンとかいうのが出てきて、ちょっとこっちの感染者の方が多いんですが、幸い重症者の方がいらっしゃらないっていうことがありますから、なんとか今日、開催していただけるようになりました。僕らも3年ぶりに、ご存知の方はご存知でしょうけど、私が松江で、彼が広島で、別に山本君は今福岡にいる関係で、なかなか練習ができないんですよ。で、実は合わせたのも昨日がちょっとここで、練習させていただいて、で、なかなかうまくいくところと、ちょっとなかなか難しいところともあると思うんですけど、ちょっと、そういったことあるかもしれませんが、ご容赦いただいて、ちょっとオープニングアクトということで、3曲ほど、させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
思い出とんやめ、1曲目させていただきました。ちょっと今日実はね、県外からも来られてる方もいらっしゃるので、ちょっと説明しておきます。今こちら普段はない、前回なかったんですね。で、実は山陰の方と特に島根県の出雲、節句が全部1ヶ月遅れなんですよ。桃の節句といったら3月3日っていうことで全国的にそうなんですが、こちらの方は4月3日が桃の節句なので、要は3月3日から1ヶ月間は、まあ端午の節句も同じなんですけど、鯉のぼりも、そういう1ヶ月ぐらい飾れるっていうんですかね、まあそういうことがあります。で、涼しい飾りびなっていうんですか、ということで、前回なかった非常にこう賑やかにしてくれてる、それに生えてまた山木さんの太陽型がまだ非常に生えてるっていうことで、そういう演出がちょっと、会場作りができました、非常に華やかだと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ、2曲目を、させていただきたいと思います。
銀色の世界っていう、あのハモリが気持ちいい曲なので、ちょっと今回させていただきました。まあ先ほど言って3年ぶりということで、本当にあの山口さんの演奏も3年ぶりにも生でっていう感じもあると思います。でやっぱりこの会場の雰囲気っていうのが、こうやって木造りの、まあ、古民家を、ちょっと改修された建物ということで、まあ、前回もあのこれアコースティックギターっていうのは木でできてる、でやっぱりこういう木が、木と木が共鳴し合って、そのいいあのこう柔らかい空間ができるっていうことを山口さん前回の時言われたと思うんですけど、まあ、そういうことで気持ちよく今2曲まではできましたんで、で最後あの曲になりますけど、ちょっとお待ちいただいて、よいしょ、じゃああのちょっとこれも最後あと、山木さん引き継ぎますんで、ちょっとまあできました。さっきも手拍子いただきました、ありがとうございました。まあこの曲もちょっとできればお願いできたらなと思いますので、まあ春ということで、あそういえば言います、今日が何の日っていうのをちょっとスマホで今日朝見たら桜の日っていうことらしいです。まあちょっとこの辺まだ開花がまだですけど、まあ桜の日というのはちょっと今日らしいので、それにちょっと入った曲かなっていうことであります。
ありがとうございました。